皆さん、倍速視聴知ってますか？知ってる知ってる倍速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 あれ語彙力が知ってる知ってる知ってる今ももしかしたらされてるかもしれない。されてるかも。ああちょっと待ってくださいよ。だからそのね、波に我々も乗っかってやろうじゃないかということで、今回は皆さんにこんな企画に挑戦してもらいます。時代に合わせろホロライブ倍速マスター。イエーイ。婚活魔界の天才ヴァンパイア夜空メルです。倍速できたらご飯いっぱい倍速で食べたいです。倍速で食べたい量は合わないでしょ。はい、ホロライブご期待を待るポルカです。ポルカオルカポルカオリオーというわけで、ポルカはね、倍速だったらなんか倍速アニメの視聴をさらに倍速でこっちも見たい。ギルティーだな。4倍だ。マックバックバク生坂本くるいです。倍速にギルになったら瞬きのギネス取りたいです。倍速でお風呂入るとかじゃないんですね。いやいや、お風呂入らないっすか。あ、もうそもそも入れ。さて、今回のホロライブ倍速マスター、具体的に何をやるのかというと、まずはこちらをご覧ください。はいはい、ラブコメドラマ、ラップバトル、そして計算ドリル。皆さんにはね、この3つのテーマの動画を撮っていただくのですが、動画が倍速視聴されているにもかかわらず普通のスピードに見える、そんな自然な動画を作っていただきたいと思います。むず難しそうだな。つまりこんな感じで撮ってください。ふざけてますよ。どうしたの。ちなみにね、今の倍速にしてみるとこうなります。どうぞ。こんな感じで撮ってください。いや早くね。早くないか。倍速視聴されても一番普通に見える方がなんとホロライブの倍速マスターとなるのです。倍速マスター。何でもマスターつければいいと思ってるこの番組。倍速マスターなりたいかな。なりたいですよね。1つ目に撮影する動画はラブコメ。シチュエーションは遅刻食パン少女。ベタベタやないか。ベタベタの少女漫画だな。こちらの動画はちょっと3人でやってもらおうと思うんですよ。3人で。シュロモじゃん。女子生徒役をクロエさん、男子生徒役をポルカさん、そしてなんとメルさんにはナレーションと効果音を担当していただきます。天の声。それでは行きましょう。倍速、はい、アクション。いけない。地獄地獄。ちょっとゆっくりみたいになってる。ドーン。ちょっと音割れしてそうな感じ。いってどこ見てんだよ。ちょっと圧強いな。そっちこそちゃんと前見て歩きなさいよ。これが二人の運命の出会いだった。続く。はい、カット。できたんじゃない。打ち切りだ。うまくできたと思いますか。どうなるんだこれ。どうですか。絶対うまくできた。あ、うまくできた。確かに白紙のドーンでしたね。ドーンが面白すぎて。それでは撮影した動画をね、ちょっと倍速で見てみましょう。そうなの。わあ、ワクワク。いけない。地獄地獄。ドーン。いってどこ見てんだよ。そっちこそちゃんと前見て歩きなさいよ。これが二人の運命の出会いだった。続く。できてるよ。できてるよ。生きてるかな。良くないテンポ感。テンポ感確かに。でもテンポ良かったね。皆さん上手ですね。企画通りですかこれ。いや、また企画潰したか。いやいやいや、ちょっと難しいね、企画ご用意してますので大丈夫ですよ。次に撮影する動画はこちらです。ラップバトルに挑戦してもらおうと思います。これが難しいな。確かに難しそう。普通にでもむずいのに。頑張れ。対決してもらうのはなんとこの二人、夜空メルさん VS オマルポルカさんということです。あ、ポルカだ。やった、逃げれた。先輩逃げれたって言うなよ。負けねえ、負けねえぞ。
負けねえか、うん、負けねえぞ、うん、2人とも弱そうそれでは行きましょう、倍速アクション、イエーイイエーイ、長いな。まずは先行ウマルのポルカ、ついてこれないやつここにおるか、よよチキチキチュチュチクチクしてるラップなのに、なんかチクチクかわいい後輩しないよ説教、ペンペンペン、いやなんかどうなんでしょうね、リズムどんな感じになってたのか、わかんないよ、怖かったな、結構聞いてて、そうですね、大丈夫かな、メルさんなんかチクチクしてましたね、なんかスクラッチしてたよね、ラブルなのに、あれの部分どうなったの、確かに乗り切ったんだけどな、ね、ラップバトルも倍速で見てみましょう、お願いします、まずは先行ウマルのポルカ、ついてこれないやつここにおるか、サーカス団の曲芸師、憧れるメルさんの曲線で、メルさんとの相手コンビネーション、天井を突き破るモチベーション、憧れの先輩と最高のセッション、お願いだからしないでお説教は、おーすごいすごい、さすが、このま、まが、よーよー、チキ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 、かわいい後輩しないよ説教、どころか思わず出るスマイル、魔界の天才バンパイア、眩しすぎて必要サンブリッジ、最高の愛嬌で対等にライドオン、会場を愛嬌で盛り上げたいと、彩るステージは大成功、さらにお互い成長していこうや、あ、なんかあれ？いいんじゃない？え、なんか普通にラップバトル聞いてる気持ちになっちゃった、普通にそうですね、ちゃんと集中して見てしまいましたが、ちゃんと一応はね、一定のリズムが刻む、待ってこれね、これ喋った後めっちゃゆっくりになるんだよ、あ、なるほど、なんかすごいゆっくり喋りそうになる、やっぱりポルカさんがゆっくりになってしまったら、ここは違うからね、最後に撮影する動画来ましたよ、こちら計算ドリル、はあ、おまあまあまあ、まあ、簡単な算数の問題に答えてもらいたいんですが、倍速したらかなりね早く計算しているように、フラッシュ暗算のようにね見えるんじゃないですか、確かに挑戦してもらうのはヨドラメルさん、そして坂本クロエさん、なるほどね、余裕ですけどね、あ、本当ですか、余裕だけど、ちょっと正直なところ計算があんまり得意じゃなさそうかなって思ってるんですけれども、まあでもさすがにねえ、どこ情報どこ情報それ、じゃあ早速挑戦していただきましょう、それでは倍速アクション、きた79、9じゃないんだ、9じゃない、どんだけ引いてんだよ40、頑張れ40、頑張れ40、40じゃない、あー違う、15、あ、すごいすごいすごい、天才に見える、12、あ、天才に見える、12、あ、すごいすごいすごい、はい、そこまで、お、天才、待って天才じゃないですか、メルさん、待って待って、天才だ、そこまでだと全然違ったけどな、お同じ同じ、果たしてこの映像を倍速で見るとどうなるのか、どうぞ、74、すごい引いちゃったんだよね、84、44、46、56、冷静にね、108、106、でもこれに罠ですから、いやいや4たす2、6ですから、罠って何やねん、罠ないですよ計算問題に、もう忘れてますよ、36、いやもう完全に飛んでますね、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、1からいかないと分かんないタイプですね、こっちの音だったら思い出せるから、ね、3位、お、そのまま15、データ選択、すごい早く感じるんですよ、データ早い、お、天才だ、天才、20、頭やばい、ドヤ顔ですしね、顔も81、ドヤ顔する問題ではないですね、56、いや、56、おかしいね、いいよ、すげえ、やったやったじゃないですよ、いやいや、そういう
ッションじゃない。違う天才だ。早かったな。いやいやちょっとやっぱねプレッシャーがあったから。あーそうなんだよね。ちょっと出せなかったから全力は。クロエさんの 9×4 は目が増えてた。38。はいブーブー。はい違います。はい、ねえねえ。はい、やっぱり普通の世界がいいですね。普通の世界がいいですか。倍速じゃない世界がいい。倍速の世界は嫌です。なるほどね。あでもそんなこと言いながらちょっと倍速マスター決めないといけないんですけど。それでは倍速マスター決定したいと思います。栄えある第1回倍速マスターは消去法でオマルポルカさん、おめでとうございます。なんで、なんでこっちも何も嬉しくない。なんで言われてたけど、逆に欲しいか。いやいやいや、欲しがって欲しがって悔しいです。本当に本当欲しかったです。あ、欲しかった。まあでも次は勝てますね。本当、うん、だいぶ惜しかったから。どうだ、はい、惜しかったかな。今回、はい、あの編集上ね、いろいろカットされてしまったスローモーションだけをなんと見られる動画を別にご用意しております。え、そんなの用意してんの。はい、はい、ちょっと気になる方はね、そちらもご覧ください。さようなら。はい、はい。